なんで、もうちょっと仕切り直して、はい、菅田がとりあえず、アイテムの回収と、あれ、これは、あ、こっちだ、上だ。次は、アイテムの回収と、あ、落ちちゃって、落ちちゃうんだよ。アイテムの回収と、ブレイズスポーンを探します。あっぷねったらね。やっぱ下か。ここにね、ここ行ってないことが分かったんですよ。あとは大体もう網羅しました。で、もうこの上にブレイズスポーンなかったら、もうこのネジャー要塞にはもう用なし。ないです。ないですわ。っていうんで、これはあかんっすな。これ一旦退却でしょう。ああ はい、どうも、ニノッチです。はい、というわけで、このゲームですね、さっきみたいに、ゲーム中死にますと、こうやって何もなかったかのように、ベッドから始まります。で、こっからが長いんですよ。はい。ですから、ご覧の通りね、アイテムをまず、何にも持ってない状態になってしまうんで、まずはですね、こっからね、TTA 行きます。で、TTA 行って、矢を拾って、あと蜘蛛の糸ね、蜘蛛の糸を拾って指を作るところから始まります。いやー、今夜は全然落ちてこないな。落ちてこない。なんか、あー、クリーパーはいいんだよ。スケルトンが落ちてくれないと、欲しいのは矢なんだよ。矢が欲しいんだよ。なんだろう、なんか不具合でも起きたのかっていうぐらい落ちてこない。これ一晩じゃワンスタック矢が手に入んないぞ。ヤッホー、俺の TT かっこいいぜ。ヤッホー、俺の TT かっこいいぜ。イエーイイエーイイエーイ。はい、続きまして、弓矢が揃いましたんで、ブランチマイニングです。鉄が貴重なんで、というか、あの勢いで死んでしまうとですね、鎧で実はもうほとんど鉄がないと。鉄を掘ります。ここね、最下層で、ブランチマイニングね、こんな風にしてたんですよ。うん、ここは紹介してないんじゃないかな。したっけ？だいぶ昔。うん。まあ、こんな感じでね。さて、じゃあ今日は、どっち掘ろう。もう、ここだったら別にどこ掘っても一緒か。あ、そう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 。サトウキビ、どうしよう。あ、まあいいや。もう取っとこう、取っとこう。こういう時に取っとかないと、取り忘れる。紙もいるからね、この後。うん。取っとけ、取っとけ。サトウキビ、サトウキビ。あとは、パン。パンパン、パン。小麦、小麦。パンパン。パンがいる。小麦をね、もうパンがね、ものすごい勢いでなくなるんすよ。まあ、基本もうパンしか食ってないからしょうがないけど、パンパンパン。いやー、ただいまただいまただいま、やったー、やっとお前たちと遊べる、やっと遊べるよー。よし、じゃあね、はい、待機モード解除。ガチャーン。おー、そっち行くのかい？チェストの上好きだね。うん。よし、じゃあお前も待機モード解除。あーし。あ、お前もそっち行く。
なんだい、向こうになんかあるのかい、向こうになんかある。あ、そう、なんかね、こうお前たちのためにこの辺に柵を作ってね、いや家にいる間中ずっと待機させてるんじゃかわいそうだからさ、こう動き回れるようにね、この辺に家の中に柵を作ってね、どうせ座敷猫だからさ、そんなんしたいんだけど、なんか俺忘れてんな、なんか俺忘れてる、なんだっけ。危ない危ない、危なかったです。はい、まああんな感じでね、そりゃさ、あんだけ長いことをこうね、TT 行ったりブランチバイニングしてたりしたら忘れるよね。危ないとこでした。ブレイズスポーンを今攻略してるところなんです。はい、忘れてませんよ、忘れてたけど。よっしゃー、おっといるよ、ブレイズがいるよ、もういるよ。では行きましょう。ここで食らってちゃダメよ。いるでしょ、あの向こうにいるでしょ、ほらいるでしょ。はいはい、当たるんかい。ちょっと待って、見えない見えない、向こうにいる。はい、先に撃つ。 OK で、これここがね危ないから、マルチを松明です、それは松明です。ニドッチ君、それは松明だよ。ね、丸石でね、あ、ちょっと場所悪いな、あ、それは丸石だよ、合ってるけど、いやちゃんとっていうか、まあとりあえず、届かない。で、まあとりあえずこうでいいかね。向こうへ吹っ飛ばされて2回3回落ちたからね。でこの変な空間も、よし、まあいいんちゃうかな、これで。で、実はですね、ちょっと試してみたいことがありまして、前ね、以前、ブレイズスポーンをですね、丸石で囲んだら、その囲んだ方向には、ブレイズが湧かなかった。ので、ちょっとこうやって、覆ってみて、ひょっとしたらこれで湧かなくなったりするのかな。いや、でもあの時は明かりだいぶつけてたから偶然かな。あ、湧いてるわ、湧いてる湧いてる。ダメか、湧くんだ。やっぱり明るくしないとダメ、明るくしないと。危ない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 。ね、埋めちゃって湧かないんだったら楽だったんだけど、どうもそういうわけにもいかない。おっと、違う、それは丸石、あ、それ鶴橋、あ、くそくそくそ、燃えてる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 よ、燃えてる。え？あ、そうか、ブランチマイニングしててこっちにいたんだ。よし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 、はい、いや大丈夫、あのこれはね、あのアイテムは回収できる、回収できるはず行けばあるはず、大丈夫だって
マグマダイブとかじゃないもん。あそこにあるはずだよ。行ってみましょう。急いで。はい、急いで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 行きましょう。あるはず、きっとある。あってお願い。鉄貴重なんすよ。でも鉄の鎧あってもね、私のプレイスキルではあれですからね、ご覧いただいている通りですよ。はい。あー、もう湧いてんのかい。はい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 。ほらあった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 、ほらありますよ。よいしょ。よいしょ。あっと、ちょっ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 と、ちょっと一旦下がって。一旦下がろう。一旦下がろう。ちょっと、一旦下がらせていただいて。あるでしょう。ああ。ナイスか。ちょっと安全なところへ、より安全なところへ。はいはい。レギンスと鎧と、ヘルメットと靴がない。あ、どうしよう。行くよ。行くんだ。もうこれで作りに戻ってる場合じゃない。まあやることはもう分かってんだから、ブレイズスポーンのあの部屋をね、もうマルチで埋めちゃうか、もう置けるだけ置いちゃう。うわ、湧いてるね。そこに湧くの、なんでそこにいっぱい湧くの。こっちにもいるんじゃない。ああ、湧いてるわ。でさあ、剣がさあないわけさあ、剣がないわけさあ。ちょ置けるだけ置くんだ。違うよ、松明だよそれは。あっと、何、食料はある、食料はあるんだから。暗い、必殺シャベル。暗い、あった、あっ、つつつつ、ちょっと待とう、ちょっと一旦退却。これ繰り返すのか、ちょっときついぞ。食料、はい。体力を回復するのをここで待ってると、でも湧いちゃうんじゃない、またなんとなくね。こっちにね、こっちは外に繋がってて、はいはい、ね、探索もね、こういう時にね、こうヒットポイントの回復を待ちながらね、探索もしていくスタイルで行くよ。はい、行くよ。あー、やっぱ武器になりそうなもんないな。弓もないじゃん。弓なー。うん、もうお気づきと思いますが、弓を作るために、あっつ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 、すごい、おいおいおい、ちょっと穏やかじゃないよ。ちょっとやっぱ鎧と弓と剣と作りましょう。作ります。いや、ちょっと待って、ヒットポイントはある、食料もある。ちょっともうシャベルとスルハシで殴るスタイルでいくか。シャベルとスルハシで殴っていくか。ちょっとこの、あー、いるな。ちょっと、うん、ダメだ。
帰ろう帰ろう、ちゃんと鎧と作ってこよう。あっつこのこれだもん、うん無理だって、これはちょっと厳しすぎるって。帰ろう、武器と鎧、武器と鎧。